いいか、これが俺たち3年生最後のコンテストだ。だから今回は1年から3年まで全員揃ってコンテストに参加したい。締め切り近いけど頑張ろう。作品が出来上がったらエントリーシートがあるんで、これに必要事項を書いて俺のところに出してほしい。以上だ。本当出たんだって。いつ？昨日の夜、廊下をフラフラって。嘘くさねえ、芦沢さん、昨日も遅くまでいたんでしょ？幽霊見なかった？虫かよ。見てないって。芦沢はいいから。で、その廊下ってどこ？行っちゃう？行く行く。しょうがないな。今にも死にそうな顔してたよ。幽霊って死んでんじゃないの？生きてたらそれゾンビだよ。つまんない絵だな。ねえ、ここって2年4組の教室じゃないの？あ、何これ、いつの間にできたの？ソーラーパネル。あ、ここ1年3組の教室なんだけど。そっか、いろいろ変わってくんだ。あ、絵描いてんの？さっきから進んでないけど。うるさいな。いいな、毎日絵が描けて。近いんで。あれだ、毎年やってる美術コンテスト。あんた美術部でしょ？私のこと知らないか。知らないよね。そうだよね、私幽霊だもん。変なやつ。どうぞごゆっくり、幽霊さん。作品がまだならエントリーシートだけでも出しといてくれる？もらっていきます。ちょっと待った、忘れ物。いらないから捨てといて。本当にいらないの？じゃあなんで書いてたの？関係ないでしょ。関係あるよ。私この絵好きだし。嘘、幽霊ってのも嘘でしょ。幽霊ってのは本当だよ。出る幽霊じゃなくて出ない幽霊だけど。あんた何？どうも、美術部3年松田優香です。幽霊部員だけどね。ちょくってんの？もちろん。っていうか私先輩なんだけど。もう関わらないで。敬語は？もう関わらないで。Thank you.
出る。ちょっと私のことはいいから絵描いて。なんだ全然描いてないじゃん。ほっといて。どう？ちょっと これ別に書きたくなかったか。あんたの書きたいものって何？ドキドキしない？は？ほらこれ書きたいって思った時ドキドキしない？しないよ。締め切り近いんだから。いいものが書ければそれでいいの。探しなよ、ドキドキするもの。幽霊部によくする。好きで幽霊やってるわけじゃないし。そうですか。そんなの自分で書いてくださいよ。最近ドキドキしてるとかよくわかんないんだよね。何見てもあんたと一緒だね。だから書くのやめたんだ。やめたんだ。教えてあげようか。あんたが書きたいもの。なんであんたにわかんの？あ、時間だ。帰んなきゃ。ちょっと待って。ゴミ、ちゃんと拾いなさいよ。いや、遅れちゃって。遅い。なんだ、まだ何も書いてないの？あんたが書きたいもの教えてやるって言うから待ってたんだよ。ドキドキしてた？は？何教えてくれるんだろうってドキドキした？風景画は？これまで何度も描いた。じゃあ動物とかどう？動くものはそう。別室に鶏の剥製あったでしょ。物質あんまり行きたくないから。なんでよ。みんな一生懸命なんだもん。いいじゃん。私そんな一生懸命じゃないし。何書きたいのかも分かんなくなっちゃった。書けなくなったんだ。いっそ書くのやめちゃった方が楽かな。やめちゃうのも楽じゃない。松田さんはなんで部活出てくるの？もう忘れてるでしょ、私のことなんか。みんなが何事もなかったかのように部活に打ち込んでくれればいいんだよ。そっか。ぼっち同士仲良くしましょっか。なんで夕焼けが赤いか知ってる？あ、寝てた。デイリーサンラン。太陽光が空気の中を通るときに波長の短い光が散乱されて波長の長い赤色だけが残るんだって。いろいろ知ってね。まあ幽霊は暇だからね、ずっと読書できるんだよ。でもさ、知るって重要なんだよね。知る？そう、絵の技術だけじゃなくて空の色の種類とか植物の特徴とか動物の生態とか、そういうのを知ってると絵を描くときもどんどん本物に近づいていく気がする。適当だな。でもなんかワクワクした。ワクワクか。私描きたいもの分かってきた。あんたが描きたい。下がってるよ。悪いけど行かなきゃ。え？ほら急いで帰んないと。まだ5時にもなってないよ。うち晩ご飯早いんだよね。また明日って言ったくせに。あれ
芦沢さん、できた？はい、一応。ちょっと見せてよ。人物画か、珍しいな。松田じゃん。まだ入院してるはずだけど。入院って何ですか？あいつ、昔から心臓悪かったからさ。あ、俺も引退だし、もう一緒に部活はできないな。あいつさ、絵うまいんだ。実はね、あいつがいないから全員でコンテストに参加なんて花から無理なんだよ。絵はもう描いてないって言ってました。そうか。これさ、なんか寂しげだな。笑ってないもんな。寂しげですか？笑ってない。部長、これ私が書きたいものとちょっと違いました。書き直します。あいつにさ、ここにも顔出すように言っといてくれる？部長、松田さんの入院先ってどこなんですか？なんで学校来ないのよ。待ってたのに。ここ抜け出すのも大変なんだよね。できたよ。でも違った。書きたいものじゃなかった。あんな寂しい顔、松田さんじゃない。それに私、松田さんのこと全然知らない。もっと知って本当の松田さんの姿を描きたい。じゃあさ、逆に教えてくれる？何？ドキドキした。私のこと描きたいって思った時。走ってきたからめちゃめちゃドキドキしてなんだそれ。私ね、いつもドキドキしてるんだ。でも教室であんた見た時、特にドキドキしてたと思う。なんかさ、一人で戦ってんなって。今の私によく似てるなって思って。じゃあ書いて。私は松田さんを書く。松田さんは私を書く。でもドキドキしたんでしょ。ちょっとこっち向いて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 。Yeah.